どうも西田渡です。本日なんですけれども、コンデジ開封ということで、もうコンデジおじさんでございます。マイメモリーズっていう3月15日発売しようと思ってます。マイメモリーズっていう写真集を作るんです。僕の日記です。僕の日記を買ってください、お願いしますっていうところで、そのマイメモリーズカメラが今こちらで、G9X Mark II なんですけども、そのマイメモリーズカメラっていう、まあマイメモリーズって何かというと、要は自分が生きた証、そのまんまこれをね映るんですみたいな、バーッと撮っていくんです。何かあったらポケット入れといて、さっと撮る、で撮ります。でマイメモリーズのカメラは、今回写真集にするマイメモリーズは FZ45 っていうコダックの、乾電池式のコンデジなんですけれども、まあそれでねパッパッと撮っていって、1ヶ月間見ない。でその時は12月は12月、1月は1月、1ヶ月間見ないで1ヶ月後に全部見るっていう、そのラグを楽しむような、ことをしつつ、その自分が生きた、もう日記ですよね、生きた順に写真を編んでいく、写真を並べていく、それを皆様にご覧いただく。めくった時にどんな気持ちになるか、僕自身もああこんな感じだったなとか、それがもちろんですが、もう超私写真です、私の写真。それを2年後3年後に見ても自分の中でも楽しいと思うし、その日記なのでね、皆様が見た時に僕の、まあ要は超私写真、それを見た時に皆様がどういう気持ちになっていただけるかっていう、こういう、まあある意味 AI 写真への挑戦でもあります。 AI じゃ絶対に生成できない、なぜなら僕の明日は AI には生成できないからっていう、僕のめっちゃ過去を想像してなんとなく僕の過去を生成することは可能かもしれませんが、皆さんの明日明後日は皆さんの明日明後日を生きるしかからこそ、逆に AI は生成できないっていうね、ここの部分だけは当分不変ですよね、きっとね。未来すら予測して大体こういうものだよ。じゃあ AI が想像した未来、タスクをあなたはこなしなさいっていう未来がもしかしたら来るかもしれませんが、そうなると人間 VS AI の戦いになりますよね。レジスタンスのように自分らが AI から自分らの意思、自由、権利を勝ち取るみたいな。まあそういった中でね、今僕はそういうマイメモリーズも含めたり、コンデジっていうものがね、こういうフルサイズのカメラはバチッと写す。ね、ボケ足も使ったり楽しむ。だけど、フラットにパンフォーカス作っていくだとコンデジの方が面白いんじゃないかっていうことで、もうコンデジ自体がね、もうやっぱり各メーカー作ってなかったり生産終了になっていったりするので、今現状で売ってるコンデジはね、全部買っておこうっていうあの僕のマインドで、ガーッと揃えて、その中からだんだんと本当に必要なもの、まあ長くね、半年1年経てば、よく使ってるコンデジだな、使ってないな、はたまたコンデジやっぱ全部使わないなとかっていうことが起これるってことで、今はかき集めるフェーズになってます。で、町口ひかりさんとやっていくパリフォトに出すね写真集は、僕は東京テーマにって感じかなというふうに今動いてるんですけど、まあ僕自身が東京で撮影してるので、その時に結構町口ひかりさんからインスタでいいねをもらえると、それがパリフォトに使われるであろう写真っていうところで、だんだん僕の中でも、ひかりさんとは以前このメインチャンネルで打ち合わせしてから、ほとんど打ち合わせももちろんしてないですし、そんなに LINE のやり取りとかもしてないんですよね。ですがいいねを押してもらう、僕は作品をインスタグラムに上げていく、いいねがつかないものもあれば、ひかりさんからの、町口ひかりさんからのいいねがつくものがあるっていう中で、結構ね TG7 で撮った写真がなんかね、たまたまなのか、なんかハマってる感じがするんですよね。M11 とアポ済みで撮ったカットとかも、まあいいねついたりするから、やっぱ基本は目線なんですけれども、まあ使用頻度とかでどんどん撮っていくっていうのは、やっぱコンデジかなっていうところ。だんだん話が長くなるんで、本当に皆さん申し訳ありません。どんどん開封しましょう。まずはこれです。じゃーん、ペンタックスの WG90 かな。ですがこれはもともとですね、リコーだったんですよね。リコーの WG80 とか7060とかっていうシリーズがありまして、これと同じく、OM システムの TG7 と同じく防水コンデジです。これが今はリコーペンタックスなので、ペンタックスに競合されたって感じですかね。ですがそもそもペンタックスもね、防水コンデジのジャンル強かったんですよ。なのでそことリコーが合体してってことで、まあどっちも得意なジャンルだよねっていう。でこれが今まだ現状で買えますので、それも含めてね、やっぱ皆様に、やっぱ買えるコンデジ紹介しないと あんまり意味ないですよね。なのでこれちょっと開封したいんですが、こんな感じで、近々ちょっとね、家族旅行的な感じで、こういう感じで、説明書入ってますね。一応ちゃんと今時説明書入ってるのは偉いですね。もう今ってほとんど説明書入ってないですからね、ウェブで見てくださいみたいな。
まあ、保証書がちょっとある、まあ、こんな感じですね。こんな感じで、で結構ちゃんと揃ってね、リングとかもあるし、ケーブル、すごいよこれ。今時のものと考えると、これなんだろう、なんか挟むようなもの。これチャージャーですね。チャージャー確か、あ、チャージャー、チャージャー、あ、そう、なるほど。これが AC のアダプターで、こうガチャンとガチャンコして、こっから、でも USB-A ですね、ここね、USB-A。ちょっと古いタイプかな。で、ストラップ。で、ストラップがあって、ここにバッテリーありますね。これはもしかしたら、多分、ここと一緒かもしれない。OM システムズとか、リコーとか、リコーの GR とかと多分一緒かもしれないですね。多分。あ、いや、ちょっと違う？あ、違うか。あ、違いますね。すいません。これは、あ、D の DLI92 だから。あ、DB110 じゃないか。すいません。これはちょっと誤報です。いや、どうだろう。なんか入りそうな気もするな。なんか入りそうな気もする。まあ、ちょっと後で、ここはちょっと試してみます。ごめんなさい。で、バッテリーでしょ。で、本体ですね。本体が、こんな感じです。これね、これ実はね、ちょっと気に入ったのはデザインなんですよ。これ、黒ベースで、黒金なんですよね。まあ、金ではないんだけど、この色のバランスが、結構、まあ、防水なんでね、ちょっとこのメカメカしい感じはお互い、こっちか。お互いこの OM システムズとペンタックスはそんなに変わらないんですけれども、いかんせん軽さが、こっちが 250g、 こっちは 200g なんですよね。なのでそれから JPEG しか撮れない 2.3 分の1センサーっていうことで、まあでもどうなんだろう。であとダイヤル類がこれそんなついてないですね。なのでここでシャッター切る、あとはこれがオンオフ、あとはここが、ズームぐらいですかね。なんであと再生とかメニューとかっていうストロボとかモードとかってなってますが、どのモードまであるんだろう。まずはちょっとここをずらして上に開ければ OK みたいな、ここを横にずらして上に開ければ開くっていう感じかな。早速間違ってリコーのちょっと入れてみようかな。あ、入んない入んない、やばダメだ、やば違いました。バッテリーは、もちろん違いました。でこうして電源立ち上げたら、あ、入りましたね。日本語、現地東京、設定完了で来たって感じですね。もう多分なんですけど、押すだけだと思うんですよね。ピクチャープログラムモード HDR 夜景動画ハイスピード、あ、水中での撮影、まあやっぱ水中とかありますね。近々家族旅行でちょっとプールとか入る予定なので、そこで使ってもいいかなっていう、うんうん。あとはカラーサイエンスですよね。どういうカラーサイエンスを出してくれるかっていう。あとはストロボがフラッシュオートなんで、暗くなると、うん、あ、でも結構カラーサイエンスも良さそうな気がします。まだこの画面でしか見てないですけど、ちょっとこれはね、家族旅行行って、まあそこでちょっとそこで撮れたものとかを出していこうかなと思っておりますが、明るさは、これレンズの明るさはどうなんだろうな。まあちょっとよくいろいろわかんないですが、まあまずは撮ってみてって感じですよね。ってことで、まず一つ目はこちら、ペンタックスの WG の90ですね。これをゲットしてました。今バッテリー入ってますが、重さは 190g で、カード入っても多分190ぐらいなんじゃないかな。カード入って 191g ですね。なので 200g 切るので、でポケットタブルだし、ぶっ壊れない。もうこっちはやっぱりね、ちょっとでかいですよね。当たり前ですからね。これぐらい、まあ長さはこっちの方がちょっと長いかな。だけど薄さ、まあでもそんな変わんないのかな。でこっちの方が軽いっすね。 50g 違うっていう。でもこっちはローが取れるから、結果的にはあとは色の出方とかバランスとかっていう、そのカラーサイエンスもありますからね。ちょっと細長いけど、こうどこかにスッと入るにはこっちの方が若干、このグリップとかがこっちあるので、結構これはね、なんかやっぱ引っかかるわけじゃないですけど、ごついなって感じですよ。これ薄いっすよね。グリップもそんなにない分ね、グリップはやっぱこっちがいいね。もうこうかかる感じがすごい。だけどなんか薄くてスッとどっか隙間に差し込むにはこっちが良さそうな感じと、僕の中ではちょっとこの、まあ、黒金みたいな雰囲気がちょっと
かっこいいかなと。あと確かここがねなんかライトつくっぽいんですよね。接射するときにここライトついて、多分海のなんか生物とかを取るとか、なんかそういう時に役立つのかな。あんまりちょっと僕は待つかことないなそんな感じです。1個目がこれです。なので近々これも、レビューします。今日は開封だけなので、これもレビューして作例というか作品とかもね、皆様にこれで見ていただこうと思いますので、僕もちょっと楽しみです。 TG7 使い始めてから本当何にも気にしなくていいんですよね。もう、まあ、あんまりやっちゃいけないですけど、まあ、ボーンと置くとか、まあ、こういう感じでね、もうあんまり気にせず、こういう感じで、普通だったらちょっと怒られそうじゃないですか。こんな感じで置いちゃうと。でも、絶対壊れない安心感っていうかね、それってやっぱり強いですよね。で、究極、やっぱり、まあ、ライカとかも使ってる関係もあって、まあ、これがどれぐらい ?10 万弱でしょ?こっちも5万ちょいぐらいだったかな。ちょっと値段あんま覚えてないんですけど、まあ、とにかく10万しないんですよ。まあね、何かあっても、まあ後悔しない金額じゃないですか。さすがにね、ライカとかでね、300万ぐらいしてると、まあ300万ないか、250万ぐらいしてると、さすがにそれなくした、取られたとかになると、ああって思うじゃないですか。わーって。まあこれだと、まあデータがなくなるのが一番悲しいですけどね。うん、まあ、まああんまりっていうところで、これ近々やってみようかなと思います。まず一つ目はこちら。ペンタックスの WG90。でございました。で続きまして、購入したコンデジがですね、こちらじゃーん、なんだと GR3X でございます。買い戻しでございます。 GR3X 発売と同時に購入してました。ですが発売から1年経ち2年経ってもキャプチャー1に対応してなかったんですよね。僕のロー現像ソフトに高感度 ISO1600 以上とかになってくるとなんか青の反転とか起こってちょっとロー現像がバグってたんですよ。ということで売っちゃってました。ですがやっぱり 40mm、 この間もノクトン 40mm をキャノン用買った時に40も面白いよねと。あとは何よりもドリキンさんが買ったと。やっぱり LSK メンバーのまずドリキンさん買ったでしょ。でつい最近は石井さんも GR サミット的な感じで GR のに出てたっていうところで GR3X 使ってたわけですね。まあ 50mm 近いっていうか 40mm をクロップして50で使ってらしたんですけど、ってなるとねやっぱ僕もそのライカ3兄弟なのに GR3 兄弟的な感じでちょっと持っとかないとって。あの GR3 したよね、 28mm の方は持ってるんですがキャプチャー1にも対応したということで、なので新品ですね。多分新品のはず。なんかすごい綺麗です。いやでもこれ新品じゃなかったらちょっとやばいもんね普通に、はい。バッテリーこんな感じですね。ちょっとどんな風に入ってたかもあんまりちょっと覚えてはいないんですが、でここに説明書入ってて上にね保証書が入ってる。でまあこの辺のバッテリーはね結構僕持ってるんですよね。なのでまあまあでも使います、もちろん使いますが。でストラップね、これ使うかな、これ使うか、よいしょ。これはなんかここからこう引き出すタイプですね。ここからこう引き出すタイプ。こう。で、これ引き出して、下にもなんか入ってそうですね。まあ、ここにも隙間になんかあるぞっていう感じではあるので。こういう感じかな。ああ。まあでも、まあこの辺をカパッと開けると、なんかまた入ってて、多分チャージャー系ですよね。でもこれ USB-C でチャージできるんですよね。なので、今はいいかな。こっちはパカッと開けると、あ、ケーブルですね。なので、もうね、各メーカーこういうのつけなくても大丈夫な時代には入ってますよね。で、出てきましたと。ん?二度、買うの二度目なんですけども、やっぱ何も覚えてないですね、ほんとね。まあ、これ弊害ですよね。カメラ買いすぎてる弊害。で、こういう感じですね。じゃーんって。確か、ドリキンさんも開封してましたよね。LSK のメンバーで争うように開封動画を撮っているっていうのも怒られちゃう。じゃあこれもストラップ使いましょう。これを使っていきます。はい、って感じですかね。なのでよいしょ、こうしてまあもろもろしまっておいて、はい。でこれでじゃんと GR3。あとは、ここのね、ここの軽さっていうか、まあ、うん、まあ大丈夫かな。うん。まあもういつも通りですよね。ちょっと今から設定はローにしたりとか、
最近マニュアルで撮ってるんですけどね。あ、そっか、これ T モードだな。だいたい T モードにして、露出補正はここと、露出補正はここに当て込めるはずなんで、ちょっとやらないとですね。設定もちょっと忘れちゃってるので、40mm か、置きピンのゾーンフォーカスでも APS-C だから結構いけそうな気がしますよね。マニュアルに設定して。マニュアルで運用するかもしれません、これも。最近僕 GR ってもう置きピンのゾーンフォーカスでやっちゃってるんで、F11 で、まあ100分の1とか60分の1でもうただ押すだけって。そしたら大体ピント合ってるっていう運用なんですけど、40mm もそれでいこうかなって思ってます。まあ、大体合ってればいいっていう。下手になんかピントどこそことかって言っても、なんか合ってほしくないところに大体合うじゃないですか。どうせタッチ、こうやってタッチして、背面をタッチしてフォーカスポイントを選んで撮るとかってなると、まあ、何のためのっていうか、このね、やっぱさっと撮りたいっていう。だったらもう全部ピント合ってればそれでいいっていう感じかな。まあ両面で使って親指でタッチしてそこですぐ撮るっていうのは、まあでもやっぱこうフットワークが軽いですよね。こんな 音だったっけな。電子音っぽいですね、シャッター音。なのでこれも改めて WG90 この2台ですね。この2台をとりあえず購入してみましたので、これで GR も戻ったし、買い戻したし、2840 GR3 と X の方ねと、防水コンデジがとりあえず2種類になったっていう、これ防水がね、これになった。で、あとはだからマイメモリーズカメラにはやっぱりコダックかな。やっぱ僕の中では 200g ぐらいで運用するっていう。で、もしかしたらもうこれ G9X やっぱりね、すげえいいんですよね。このサイズで1インチですから、まあこれが安定するのであれば、もうこれを毎回マイメモリーズカメラにしてもいいし、まあコダック、この G9X Mark II っていう、このぐるぐる回していくのでもいいかなっていう感じはしたりしております。これはレスポンスも早いしね、これね、すぐ撮れるし、もう今撮れましたからね。実はこれ僕の中ではこれ GR キラーだとも思ってて、これだけコンパクトで、1インチだけど 28mmF2 なんですよ。 28mm だと F2 で、70mm、80mm ぐらいだと、F4.9 になるんですが、ズームしなければね F2 なんですよね。なんで、でさらにISO も12800までできて、結構ノイズの処理もうまいんで、なんだかんだこれ G9X ね、相変わらず見直してます。ですがマイメモリーズカメラでずっとデータは見れてないので、そろそろ2月、今これ収録は2月25なんですけども、まあ2月29今年はウルードしたから、そこで1回今月の、マイメモリーズを見てみようかなと思ってます。ということで、まずは開封、こちらペンタックスの WG90 と、ごめんなさい、こちらですね、 WG90 と、今日は GR3X 購入しましたので、ちょっとライカ3兄弟に追いつきました。で、これでまた、レビューしますので、それぞれのカメラをね、作例ということで。まあ、こっちは一度もうすでに出してます。多分ね、もう買って直後に出してて、ただ、ローデータがまだ安定してなかったからね、そういった意味では、もう本当の意味でのこの GR3X のポテンシャルを僕は今引き出せる環境にありますから、キャプチャーが対応してるので、ね、本当の意味でのリアルレビューを、年越し2度目のレビューをしてみようかなと思っております。それでは失礼いたします。西畑でした。